ああ、でもね、今日は、言う前に、皆さん、明けましておめでとうございます。あっという間に出ないが過ぎてしまいましたが、ではね、今年は皆さんにとっても、良い年でありますように、祈願しております。ね、頑張っていきましょう。で、今日は、年始めのスタミナをつけるために、一人焼肉をやります。最近焼肉屋とか全然行ってないな。この屋で、目がニンニクが山のように入ってます。全然できましょう。何をいただくかというと、ギリギリまでの間、キムチを食べます。焼けるの早いな。ではまず一発目、いきます。うまい。めっちゃうまい。これはいいわ。新年を迎えるにあたって、こういうもんでね、卵をつけないと。これに、タレをつけて肉を乗せて、キムチを乗っけて、食べると。これね、大根の皮を前来たから YouTuber さんに載せてしまったんですけども、大根の皮をポン酢につけてそこにニンニクを入れるという質問なんですけど、見たまでしょ。ジャンパーが溶けそう。うわ、うめえわ。いいね、こういうのね。人生が高いよ。うん。今度これをね、もうほんのレアに焼いてしまうんですよ。手レアで食べると。うめえわ、食べ物だ。それ。で、肉食べながら話すのはちょっと忙しいんですけれども、皆さんの年末はどうでした？クリスマスから正月にかけて。僕はまあ何もなかったですね。ちゃんの間に靴が開けたとか、紅白歌合戦も見てないですね。で、また寒い寒いって言ってるうちに、だんだん今度は暑い暑い暑いって言い出すんですよね。はい、もうね、じゃあね、季節は。
前言ったかな、中学時代の同級生にバオーって言われたんですよ。ニックネームでしょ。ニックネームがバオー。何でか知らないけど、馬に似てたからバオーになったんだと思いますけど、ニュースマークは忘れそうだった。それはね、彼が食べるときは目を目をカラーッと見ないで食べますよ。普段は知らないでしょ。カラーッと考えたらそれぞれですけどね、迎え舌っていうのがありますよね。迎え舌食べるときね、そう、僕はもう口から手を出ないんですけど、で、こう、舌が先に伸びてね、食べ物を食べるという。こういう感じがいいですよね。自分で好きなように焼きながら食べるっていうのがね、僕が一番です。こういう案外いい肉でした。皆さんは980円かなだったんでしょうね。値段の割には長くてうまいですよ。アメリカ牛ですけども、でかい、これはあまりにもでかい。タイとニンニクのね、絶妙なコンビネーション、キムチもあったか。オーマイガー、ホーリーシート、肉に入ってんだ。こっちよりこっちの方が脂多いですね。今年は4、5と土日が入ってからすごい長い冬休みになりましたね。仕事始めは6日ぐらいになるのかな。僕は7日なんですけどもね。最近の目も行ってないしな、仕事帰りに一杯やってるなのか。でかな、こっちの油の上の方やってみよう。柔らかい、歯がいらないくらいみたいな感じですね。これはやっぱ油の多いな、こっちの方が。なんか豚カルビ本当かな、ちょっと違うような。食べるには早めにいただけるという話だったけどね。Thank you.
はバオの話をしますけど、バオは目を大きく見開くんですよね。モノマネがね、大きく口を開くと目が細くなる。だから猫娘って言われてましたけどもね、この昔の肉声もですよ、猫娘ってしょうがないな、これ癖なんだから忙しいな。こんなに葉っぱでかいんだ、これなんかブリみたいにでかいんだ。今年もね、今年もパーッと飛んでっちゃいましたよ。貧乏な生活してんのにな、やらないわけにはいかないしね。それは昭和ってもんだよね。キムチがまだ合うんだな、俺は。最初ね、物忘れがひどいんですよ。あれどこにあった、あれどこにあったって不思議に探すんですけど、パッと見たらあるんですよね、いつもと違う場所に。これは英語、僕が何でもかんでもプッと押さえますから、場所を分かんなきゃいけないわけで、ちゃんとこれはここいつもこうって決めていればね、いいんですけど。オーマイガー、Oh my god!とってもクリーミーになったけど、そうそう、最近おしっぱの話の件なんですよ。携帯電話ね、常に携帯しないんですよ。もう放置電話になってるんですよね。で、パッと見たら着信ないとか、メッセージをしてるとかね。でも怒られるんですよね。誰とは言いませんけど、どこにでもポイ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 置くから分からなくなるんだよ。怖い、やけにこれもでかいぞ。あっちちちちちちちお、危ない、やべえ。やっぱりニンニクをホームで入れかったらうまいわ。あと何も3枚2パック買ってよかったな。まだまだいけますよ、これは。しかし肝心の肉がないとなるとね、どうしようもない。
さすが、いい寿司にしたいですね。そうね、平成2年に本格的に仕事を始めたんですよ。それまでは遊びのような仕事だったんですけど、平成2年からはね、全然変わったんですけどね。令和2年、何かね、いいことがあってほしいな。本物のビールどんだけうまいんだろう。うまさ、これね、そう、形するのは大変なんですけどね、ポチポチやります。葉っぱもちょっと余っちゃいましたけどね、この後サラダにして食べます。ということで、平成2年幕開け焼肉で始まりました。これからも幕開けをよろしくお願いいたします。それではごちそうさまでした。